裏目に出てしまったロッテ吉井監督の投手起用。宮本慎也、裏目に出たロッテ吉井監督の投手起用。右打者2人続く場面で予想外な左腕登板。6回裏は4番セデーニョ、5番杉本の右打者が2人続くにもかかわらず、左腕の中村俊也が登板。調子がいいとはいえ、中村俊也は右打者の被打率は3割2厘、左打者は2割5厘。右の西村か東が投げると思っていたが、予想外だった。結果は致命傷の4点を失った。投手の起用法には定評がある吉井監督だけに、何か理由があったのかもしれないが、裏目に出てしまった。この後、流れが変わることはなかった。宮本が俺たちの声を代弁してくれてるな。吉井以外みんな思ってる。誰でも予想外に思うだろうな。これが 15.5 ゲームの差だと思うしない？今日の敗戦で吉井がガラッと気持ちを変えてくれればチャンスはある。変にこだわりを続けて中村を使い続けたらもう無理かな。宮本来年ヘッドコーチやってくれよ。宮本みたいな嫌われ役いないとこのチームダメだよ。吉井さんは選手に謝ってるかもねわら。まあ山本に完封でもされたら諦めもつくけど5点取れただけに悔しい。念やが良くなかったのは仕方ないが、初戦から勝ちパ突っ込める展開だったのに後手に回ったのがもったいない。好不調報告できないくらいブルペンにプレッシャーかかってるのなら、ベンツの神ピッチに期待しかないな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。